はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は、アニマ青柳選手狙って契約書開封やっていきたいと思います。はい、というわけでキャラバン無事10周終わって、アニマ第2弾の S ラン契約書獲得することができたんで、今回はこちらを引いていきたいと思います。で、阪神純正なんで青柳さんが欲しいです。あと、大阪タイガースのユニフォームなんで欲しいです。それでは引いていきましょう。お願いします。さあ、青柳さん来てくれ、な。で、まあ、やっぱりね、青柳さんね、オール A 同値と、で、ストレートもツーシームをね、シュート方向に動くというところでね、まあ、リーグリアタイともに強い投手となってるんで、ここでね、青柳さん引けたら嬉しいなと思ってますよ、調子くん。まずゆきさん、2019年以来、超久しぶりの獲得、ご視聴ありがとうございました。